どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回は怖い夢から脱出するマインクラフトやっていきたいと思います。ホラーゲーム苦手だけど頑張るので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価とコメントで応援してください。ということで早速レッツゴー。眠りにつけ甘い夢が待っている。絶対嘘やん。間違いなく悪夢見るってもう分かってるんよ。うわ、外めっちゃ大雨。この時点で怖いわ。え、待って、鏡割れてるんだけど。で、このベッドで寝るってことだよね。謎に2つ並んでるんだけど、誰か一緒に寝ようよ。ねえ、怖いからさ、ね、誰か一緒に寝て。ねえ、寝ます。おやすみなさい。はあ、怖い。お、あれ、普通に寝たよ。これも夢の中ってことかな、わかんないけど。おはようございます。え、おい、なになになに、めっちゃノックされてる。おい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 、なんなの、あ、どうなってんのこれ。え、 What？ なんか知らんところ来たんだけど、悪夢の中に来てしまったんですね。この道を行くのがめっちゃ遅いんだけど、謎にめちゃめちゃ足遅いんだけど。でもさ、夢の中ってさ、走れなくない？そういうのあるよね。リアルだわ。ノーエネルギー。え、どういうこと？電気が通ってないってこと？確かに暗いもんね。そしてキープアウト。立ち入り禁止。うん、じゃあ帰ろう。返してくれ。だったら返してくんないかな。いや、入るしかないよね。入るしかなかろう。カラス、もうダメ。ちょ、いんな。もうカラスの時点でこんなに驚いてんだからさ、もうダメだよね。絶対やんない方がいいよね。いや、大丈夫。わかった。お化けは友達って思えばいいよね。全然怖くない。ちょっと、元気で、大きい音出す友達。あ、みんな友。急に音なくなったの逆に怖いわ。み、なんかいた？はい、友達。マイフレンド、どこ、あなた、私、トムトム友達、ヒョウウェイ。めちゃくちゃテンパってる人。いやでもね、意外と怖くないかもしんない。え、何この写真。金髪のツインテールの女の子と、両親かな。両親のなんか顔さ、隠されてない？モザイクかなんかで。どういうこと？この女の子がいるってこと？友達になろう？友達になろうよ！金髪の女の子、可愛いじゃん。ねえ、全然可愛くない？こっち行く？うえ！また閉められた。何なの？電話？電話に！電話？何？なんかママとパパ？なんか言ってんな。声かわいい。なんかめちゃめちゃ楽しいみたいなことを言ってたのだけわかった。声が全然わかんなかったけど。え、消しちゃった消しちゃった。何やってんの？ん？ん？ん？私が自分で消したこれ。まあ、とりあえずここ開いたんでまた行きますか。怖い。扉が開いた音したんだが。トントントン、何の音？トントントン、怖い音。ねえ、めっちゃ時計カーチカーチ言ってるけど。へえ、どうした？何？何が鳴ったのか？ゴロゴロと、ゴロ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 、へえ。ちょ、待って、私何言ってる？え、何ここ？え、移動してきた？は？え、な、え、待って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 。急にさ、ハエとかがさ、飛びまくってる空間に来たんだけど。え、でもキッチンはキッチンだよね。きちんとキッチンだよね、ここ。どういうこと？クモの巣もすごいし、この一瞬で何が起こった？ What's happened? I like sushi! こっちは？あ、いけ、あ、でも同じ場所か。ただ急に汚れたね、あそこ。どういうことだ、本当に。ねえ、女の子。さっき電話してきてくれた女の子、声可愛かったけど、こうやっていたずらだよな、きっと。行けー！行けー！え、なに、ちょ、ちょ、待って。いや、てか、なんか手に入って、なんでナマコ持ってんの、私。なんで私ナマコ持ってんの。てか、いつの間にか本二つ持ってんだけど、読んでみるか、まず一冊目。ここに来て、もう数週間は経ちました。暖かいし、食べ物もあるし、橋の下に住んでいる時よりとてもいい。この子と遊ぶだけで、私はここに住むことができる。それにしても、彼女の両親はどこにいるのでしょうか。なぜ彼女は私をお家に入れてくれたのでしょうか。理解ができません。橋の下に住んでたってことは、これ書いてる人、ホームレスで、住む場所に困ってたけど、この家にたどり着いたってことなのかな？で、この家に住む代わりに、女の子と遊ばなきゃいけないってこと？で、もう一つが？10月5日。女の子以外に話し相手がいないので、日記をつけています。しかし、ここでは、それ以外にやることがありません。女の子のために、料理をしたり、一緒に遊んであげる以外にはね。なるほど。
え、ってことは私もこれ女の子のために遊ばなきゃいけないってこと？あ、それは全然いいんだけど、あの、怖がらせるのやめて。マジで、それは。またちょっと違う遊び方をしようじゃないか。ロケキャッチョンバッチョン発射！私を見つけてって言った今。あれ、女の子？ねえ。何だか回ってるけど、この部屋おかしい、閉じた。ね、え？え、こう私の見た目これ？え、ちょ、違くない？ちょ、待って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 。はは、ちょ、待って。え？私、自分が思ってる以上になんかちょっとぶちゃいくかもしれない。私、こんな見た目、え、違くない？見て、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 見て。私、これよ。私、この顔だと思ってんだけど。誰？いや、誰やねん。え、絶対信じないかんね。え？これもかが、え？いや、違うって！こんな見た目じゃないよ！え、近いし、なんか鏡だよね。え、どういうこと？めちゃめちゃ怖いんだけど。平行移動してる。え、こんな顔じゃないって、私。詐欺だ！信じないかんな！ねえ、うちこ！顔違くない？なんか。ここ目赤いんだけど。なんか変な空間。これ女の子のいたずらだな。で、女の子見つけてって言ったけど、もうこのさ、明らかに怪しいお風呂やめてくんない？ねえ、このカーテン。絶対怪しいでしょ。ぽにゃぽにゃ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 これこれやんのかこれおらおらおらやんのかやんのかおい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 なんだおいやんのかおいら入るのこれおいら入れよ入れないよどこ行くのはい開けしちゃったあんまつかないこれ消せばいいってことあ助けてじゃ頭狂ってきたんだけどあ開いたあれ部屋が違う何ここ何の音やめてえオルゴールえけけ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 ちょっと待って大量の人形出てきたんだけど野原家のタンスかようなになになに地震だ助けてみんな地震だ最近地震多いからみんな気をつけてね本当にブルルルルルなになにお落ちてるなんか落ちた痛い痛い痛い夢であるやつえなんか書斎みたいなところに来たいるななんか意外と可愛いかもあなた意外と可愛いじゃないあなたあなた意外と可愛いじゃないこれチェストなんだこれチェストはねえんうわー壁に穴開いた私が穴開けたってことよかかっただけで力強っ前ちょっと本読みますか小さい目、小さい目ってことこれ。小さな目、小さな目。あなたにはどんな光景が見えますかママはドアに鍵をかけたまま座っていて、パパはまた一人で泣いているけど、君は悲しくなんてないよ。そしてその中にあなただけが見える小さな光があります。小さな目。小さな目。その明かりを私のところに持ってきて。どういうこと？なんかちょっとよくわかんないんだけど。え、でもとりあえずお父さんとお母さんちょっとやばそうだね。とりあえずこっち行くんだよね。明かり。てかこういうの消した方がいいのかな？ろうそく消せるんだけど。一応消しとく？わかんないけど。明かりを持ってきてって。あれ？女の子の目まで黒くなってんだけど。逆にお父さんとお母さんの顔は黒くなくなってるね。あ、黒っ！やめて。何の音？本当に。やめて。おい、ゴロ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 。はい、ゴロ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 。いいよ、そっちがその気なら、私だってバン！私だってボン！そしてブーン！何言ってんの、私マジで。開いたね。開いたね、ここ。なんかいるでしょ、いるんだよね。いるでしょ、こんにちは、こんにちは。私の名前はタマって言うんだ。めっちゃ同じ写真飾られてる。同じ写真めっちゃ飾られてるんだけど。え、てか、え？あれ、さっきと同じ光景じゃない？ここ。なんかカリカリしてんな。なに、猫が爪研ぎしてるんかな、裏で。猫ちゃんがいるの？かわいい猫ちゃんが。くるるこぱーん！こんにちは！来ないのね、オッケーイ！はーい、ということで。またこっち行くんだよね。え？あいと、これまた同じなんじゃない？またソファーがあって絵があるんでしょ。ほら、なんか落ちてる。え、ほら、同じ光景だよね。どういうこと？え、なんなのこれ。ね、めちゃめちゃナマコ手に入るんだけど、ナマコいる？まあいいや、ということで、エスケープ、脱出だって、読んでいきますか。10月13日、彼女はまだ、いつ私を解放してくれるか教えてくれません。私が尋ねると、彼女は怒ったり、ヒステリックになったりします。すると、家全体が大きく揺れたりするのです。
どうにかこっそりこの家から抜け出したい。そうだ、窓を割って逃げればきっと彼女は私を止められないだろう。え、さっきのさ、地震の揺れは女の子が怒ってたからってことなの？そして窓を割って出るっていうのはヒントなのかな？待って、嫌な予感するんだけど、そろそろ、こんにちは、こい、わー、なんか倒れてきたけど、これ踏んでいいっすか？ねえ、あれ？今度はこっちに部屋が続いてる。さっきまでこっちだったのに、こっちに繋がってるね。しかもなんかめっちゃ暗いでやんす。暗いでやんすが、博士！博士誰？なんか箱揺れてる。めちゃめちゃ箱揺れてんの何？ Daddy never let me up here before. こんにちは。But you won't stop us from playing, will you? 遊ぶって言ってんの？遊ぶのをやめないでって言ってんの？なに、なんかカラスじゃなくてコウモリ可愛いかもしれないかな。これさ、この箱を揺れてたけど何だった？え、暗い。あ、暗くなってない？おい、また私を暗闇の中に閉じ込めやがって、この野郎。やんのか、この野郎。おい、おい、なんじゃなんじゃらほい。あ、明るくなった。めっちゃオルゴールなってない？あれか、回ってんな。私回してないぞ。勝手に誰か回したな、これ。なあ、誰だ、誰がいるか、女の子が遊びたいんだよ。わかるんだけど、普通に遊ばない？来る、くる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 、くるこさみ、くるくる、くるくる。はい、ろうそく消しちゃった。くるくる、くるくる。はい、ろうそく。なんかいる、なんかいる。お人形で、なんか呪われてそうじゃない？けんちゃな、けんちゃな、お人形けんちゃな。なんかまたなってる。消しちゃおう。で、倒れた。で、またなんか落としてたけど。いや、ナマコはいらんってだから。とりあえず本読みますか。私の完璧な家族。うわ、もう闇深そう、この時点で。私は理想の家族を知っているよ。物を修理したり作ったりするのがパパ。パパは私にドールハウスを作ってくれたの。また何か作ってもらいたいな。そして私のために料理をしてくれたり、ドレスを着させてくれるママが欲しいな。そして二人にはいっぱい遊んでほしい。でも、なんでパパとママは言うことを聞いてくれないの？私のことを理解してくれれば、みんな幸せになるのに。なるほどね。私最初さ、パパとママが女の子に対して意地悪してるから、女の子が病んじゃったのかなって思ったんだけど、これ逆だ。女の子が結構サイコパスで、パパとママを自分の思い通りにしようとしてるから、さっき本でね、パパが泣いてるとか、ママがなんかずっと座ってるとか書いてあったけど、パパとママの方が女の子のせいでおかしくなっちゃったってことだよね。うわ、マジか。帰ろ？うん。だとしたらもう帰ろ、本当に。で、またこっちね、これお風呂場じゃない？また。Hey, where are you going? そこにいる？ I wasn't done here. またこんな。お人形、あ、手だ。今度こそ見てやるぜ。お、ちゃんとあった、そのまま。これ、わら人形かな。うわぁ、また私の顔がパシャパシャしてる。やばいやばいやばい、トイレから噴水してる、最悪。世界一汚い噴水。でも私はこの顔認めないからね。うん。私こんな顔じゃないわ。落ち着いたな。さあ、ここはなんか広いな。めちゃめちゃ広、図書館みたいなところ来たんだけど。明るいだけありがたい。なんかでも嫌な予感しかしないな。ウェイ！うわぁ、女の子！my other friends wanna play with you. こんにちは。Just hold still while they come. ちょーっす。うん。ごめん、何言ったか全然わかんなかったけど。何？うん、なんかすんごい人形出てきて。やあ、こんにちはみんな。何？私と遊びたいのかな？じゃあチャンネル登録と高評価してくれたらいいよ。はい、なんかワープしてきました。どういうこと？なんで？うん？なんか書いてある。ウェイ、ナーリー！いろんなところから声聞こえるんだけど。やめて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 。何、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 何が起こってるか全然わかんないし、何言ってるかも全然わかんない。お願い、ジャパニーズでお願いします。ジャパニーズピーポーなんで、I am Japanese people なんで、ジャパニーズでお願いします。何言ってんの？何が？来い、来い、カモン、カモン！おい、カモン、カモン、どこ、カモン、カモン！カモン行く場所どこ？なんかメリメリ言うてるけど。カモン言われてもどこ行くん？どこ行くん、これ。なあ。ん？ちょ、ドゥドゥドゥ、音だけ、音だけ鳴ってる、めっちゃ怖い。こっちか？こっちかな？わかんないけど。はい。こんにちは。こっちでやってますか？なんか出てきた。すごい、でも意外と驚かなかった、私すごくない今。意外と驚かなくなかった、今。ねえ、なんか書いてないここ。ワーニング。なになになになんか本置いてあるけど。これ上行くってこと？あ、一回止まった。本読む？いや、鳴ってんな。これ行った方がいいな。ねえ結構ドアップなリアルな顔急に来るの何？
これ脱出だ、脱出なんか帰れるか。ちょっと待って、帰りたいケロケロクリー。え、パフパフ、かわいい音、パフパフの音かわいい。あ、猿の人形、目赤、目ミカサッカーマン。てか相変わらず鏡割れてんの怖いんだけどね。え、あ、ピエロのお人形、ちょ、かわいい。そしたらちょっとさっき拾った本読んでみるか。これね、私たちはお人形。はい。今さ、これ翻訳してみたら結構難しかったんだけど、どうやらね、さっきさ、人形がバーって襲ってきたじゃん。あの人形たちもともとここに迷い込んできた人間で、女の子と遊ばなかったら、人形にされちゃったんだって、強制的に。で、私がこれからできる選択肢が2つしかなくて、1つが、どうにか脱出方法を見つけるか、もう2つ目の、ずっとここにいて、女の子を幸せにするか、どっちかなんだって、じゃないと人形にされちゃうらしい。やば。え、でもこれ変えれんじゃない？見た目。もういけるっしょ。いや、なんか動いてる。あれ？またループ？なーにー、なんなの、ギュイーンじゃないのよ。I said that I wanted to show you my room. なんか言ってんな。You can't leave yet. うん。あれ、なんか傾いてる、首。こんな首傾いてたっけ、さっき。やる気ある？シンバル叩くやる気あるぞ、それ。音鳴ってないでしょ、もうほとんど。カスカスしか。だからピエロ、ちょっと動いてる。ピエロさっきこっちになったよね。場所変わってんな、少し。これまたちょっとループしそうじゃない？ねえ。音もちょっと怖いんだけど。不協和音になってるよ。ねえ。てかピエロなんか指さしてる。何の音な？ Stop trying to leave. なんか言ってんな。ここから出ていくな、みたいなこと？言ってる、もしかして。いや、行く行く。出ます。さよなら、女の子。諦めて。諦めるのは私の方みたいだ。やあ。やあ、こんにちは。はじめまして。ちょっと、しっかり話し合おう。今後の方向性を。ね。めっちゃ怒ってる。説教かな。うん、止まれって言ってるのかな。閉まってるし。なんか、え、文句言ってるね、親について。うん、友達、うん、分かんないけど、ちょっと女の子わがままなんじゃない？ねえ、どこに向かって怒ってんの？ねえ、振り向いてきた。何言ってるか全然分かんないけど。あ、いた。じゃあね、女の子、私行くわ、私行くわ。あの、女の子、一つだけ言っとくね。あのさ、カビ生えてるからさ、ソファーのクッション取り替えた方がいいよ。うん。病気になるから。あ、なんか、髪の色違う。じゃあね。バイバイ。またね。何？鬼、君でも大丈夫？この子も犠牲になったのかな？片腕短くない？右と左で腕の長さ違うんだけど、女の子にやられたんかな？てか、え？ Just stay there for a bit.なんかまた言ってる。これ何？ Why？ なぜ？私が聞きたいわ。ちょっとこれ読んでみるか。なんでこんなことが理解できないの？なんで私を理解してくれる人がいないの？なんで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 って怖っ。女の子が書いたんだよね、これ多分。で、これどこ行くって言うんだ？どこ行くって言うんだ？こっち側ですかね？合ってますか？なんかついてきてる？君。冒険のお供？ちょっとお断りするわ。じゃ、ええ、めっちゃついてくるやん。ストーカーやん。見とくからな。はい、扉閉めて。私の勝ち、まだいる。これ、また無限ループじゃない？またあったね。もう怖くないわ。もはや怖くないわ。もうついてきてるでしょ？わかってるから。うん。来てる、わかってるから。いいよ、別に。全然。で、またいるからね、こっちにね。はい。いないんかい。で、後ろにいるんか？あー、いたー！よいしょ。なんなん、これ、ほんとに。あ、今度正面か。正面いけない。右、左、こっちか。はい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 。めっちゃついてくるやん。言いたいことあんならなんか言ってくんないから、ほんとに。ね。言わないとわかんないから。でもあれかな。この子もともと人間だったんじゃないかな。別に襲ってこないしさ、多分一緒に帰りたいんだろうね。きっとそう思ってるんだと思う。そういうことを、そう考えると一緒に。何の音？何の音？あ、これ開くわ。イエーイ！ありがとうございます、わざわざ。No! Stay!行くな、だって。ここにいるだって。嫌だねー、嫌だよーだ。 I said stop moving! 無理ー、絶対帰るもんだ、ミノもんだ。はい、扉開いて。待って、開かないでいいよ。なにこれ、なにこれ、なんなのこれ。なんか壁変じゃね。あ、いけない。なんかやばい、頭おかしくなりそうなんだけど、この空間。行かないでーだって。
ごめん、女の子、ちょっと別の人探してもらえますか。私には。イエーイ、こんにちは。めちゃめちゃ怒ってる。Why? なぜじゃないのよ。もうそんな怒んないで、またなんか変なところ連れてこられた。これまた無限ループじゃない。ねえ、女の子、もう諦めてよ、そろそろ。ん？こっちじゃない？上？もう音がすごいんだが。あ、いたね。止まれだって。え、触っちゃダメだろ？あ、これ触ればいいってこと？イエーイ、壊せ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 。違う？どういうこと？イエーイ、やったぜー。わっ、なんか私がサイコパスみたいになってない？なんか、意地悪してるみたいになってない？え、違うかんね、これ。意地悪じゃないよ。私がこの怖いところから脱出するためにやってんだからね。ねえ、ごめん、めっちゃ泣いてるわ。あ、でも壊れてない、ほら。よかったね。壊れてない、女の子。壊れてない、ほら。どこ行った？どこ行ったら？ねえ、女の子、なんかもう怖くなくなってきたよ。楽しくなってきちゃった、私も。女の子、こんにちは。私はここですよ。さあ、女の子も教えてください、居場所を。ねえ、こっちかな？こっちにいるのかな？明らかに暗いけど。ねえ、大丈夫ですか？なんかまた落ちてる。お人形。腕がない。さっき机の上に置いてあったお人形だよね。てか、女の子結構写真と見た目違ったね。これ盛りすぎじゃない？ちょっと。お人形。あれ？お人形たちがなんかめちゃめちゃ、あそこには吊るされてるし。え？どういうこと？で、またこの謎の二重扉。ちょいちょい。え？脱出？ちょっと待ってね。最後に拾ったこのアイテム読んでいい？誕生日のお手紙だって。はい。私の誕生日に欲しいもの。一つはお化粧品セット。そしてもう一つは、私の友達やママとパパが笑顔になるためのティーセット。また、パパとママが笑顔になってくれたら、そしたら、パパがまた、私に何か作ってくれるかもしれない。いや、待てよ。この感じだとさ、女の子は本当にただただ、パパとママのことが好きで、喜ばせたいだけだったのかな？悪い子じゃないのかな？だとしたらちょっと、ドールハウス壊したことは申し訳ないなって思うけど。あれ、夜になってる。なんで？あれ、なんか手紙読むのにそんなに時間かかった？夜になってんだけど。でもこれ帰れる？これ入ってきた道だよね。じゃあね、でっかい家。豪邸や。待って、でも最後まで油断しちゃいけないよ。これ最後まで油断、追いかけてくんじゃない？バーン！なんだよ。なんだよ、この怪しい霧は。そしてこの音は。ゴーンって。女の子、これ終わりじゃないでしょ。やばい。あ、やべ、やばい、くやばい、や、闇が。やばい、みんな助けて。助けて！どうなってんの？ねえ！ワッツハプ！何の音？てかみんな気づいた？今一瞬ね、左上のね、スキンの私の顔がね、かぼちゃみたいなやつなんだけど。え、どういうこと？え、ただ、これ、私が最初寝た場所だよね。戻ってこれたってこと？もう寝れないだって。よかった。もう寝たくないんだけどさ。戻ってきた。あ、アイテムなくなった。で、また寝ろ。あ！っていうことは、あ、やったー！無事に怖い夢から脱出することができましたー。いや、よかった。怖かったけど、結構ね、普通に面白かった。うん。なんか、私のテンション感のせいでね、なんか、ホラー要素少なくしちゃってたらごめんね。けど、それじゃないとできないから。多分これ、真面目にやってたらめっちゃ怖かったね。うん。いやー、よかった、よかった。めでたし、めでたし。かな。うん。いや、待って。でも、実質出られてなくない？この変な家から。ほら。入る、出られない。うん、出られないし。しかも、足、遅いし。誰か迎えに来て。はい、ということで今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたらチャンネル登録と高評価、そして動画の感想をコメントしてください。 SNS は Twitter と Instagram やってますので、概要欄に URL 貼ってます。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。